お前物知りだな。はい、席について。ああ、また人が少ないな。ああ、人減らし、人減らしだよ。連絡事項はなし。ん？何？お願い？そうか、友情か。じゃあ青春か。事故か。じゃあ神崎が休みなのもそのせいか。じゃあ新しいクラスメートのためにカンパに協力してやってくれるかな。じゃあ国にこれにまとめるといい。お前らの中にローンで苦しんでいないようなブルジョアはいるか。いいか、こういうのはな、気持ちの問題なんだぞ。気持ちの問題だから、結婚プレゼントだって気持ちの問題であるべきなんだ。こうしておけば間違いはないだろうからな。それじゃあ本日のホームルームはこれで終わり。サンデー、マジで大丈夫なのかよ。俺と一緒に飯だ。いや、神崎さんがいないと寂しいかと思って。いや、お前みたいなやつ嫌いだ。ご飯食べよう。
り千尋がいないとちょっと寂しいわね。どうしたの？変な顔。そうかな。そうかもね。お見舞い行けないんだそうですね。みたいですね。残念です。ですね。ちかこちゃんに聞いて大体のことは分かったから、お母さんに頼んでおくから。そうだよ。あの時って動物病院にみんなして向かった時のこと？夜だよね、それ。それで塾の帰り？大変だね、通りさん。もうすぐだしね、しょうがないよ。そっか。でも私はまだまだかな。そんなことないよ、あっという間なんだから。私も出しますね。そうですね。じゃあそうします。みんな出してくれた？ううん、そんなことなかった。だってヒロッチって有名人だし。微妙にね。ほら、制服とかサンデーとか。うん、集めようと思ったんだけどね、もうほとんど人がいなかったから。一部の少ない人だけから集めるのもね。これで費用の足しになればいいけど。やっぱりヒロッチがいないと調子が出ないね。そうですね、なんだか火が消えたような感じです。まあ
それだけうるさいんじゃないの？人の噂話って本当にくしゃみを発生させるのかな？は？だって大変だと思わない？今日千尋ちゃんのこと何回も話題にしたよね。ということは息が止まっちゃうくらい今日は何回もくしゃみしてるってこと？寝不足なのにそれで眠れなかったらかわいそうだよね。そのうちどっかの小屋で発見されたりしてね、怪奇くしゃみ女みたいな感じで。理由ですね、文字通り。起立。最近快眠なんだよな、俺。いや、マージのおかげで思わぬ副産物というか。まあな、じゃあ。でも本当に一人で大丈夫なのかな。うん、そっか。でも例えば今さら水道のない生活になんて戻れないよね。だから二人三人で委員会やってて急に一人になったらって。それもそっか。冬は寒いからいいね。鍋？ううん、そういうことじゃなくて、ほら冬って厚着になるでしょ、夏と違って。だから痴漢とか出ないだろうなって。あ、ううん、会ったことはないけど。けどやっぱり怖い時あるよ、塾の帰り。付き合ってくれた？じゃあ言えばよかったね。うん、ありがとう。全然勉強に身が入らなかったけどね。比
くれるならもらいたい。本当にいいの？ありがとう。迎えに来てくれるの？ありがとう。電車が遅れたりしなければいつも同じだよ。だって待つのは嫌いだよ。ずれるようだったら連絡するから。じゃあ行ってくるね。ねえ京介、待っててくれるなんて初めてだよね。嬉しいな。陽介の気持ちは分かってるって。いただきます。ちょっといいかな。悪いね、今自分。ああ、ここでいいよ。すぐに退散するし。ちょっとね、電話じゃ話しにくいようなことで。うん、ちょっと聞きたいことがあって。ほら、僕は普段この町を離れているからさ、それで初耳だったんだけど、マージっていう薬のこと。それって本当に過去に戻れるのかな。嘘なの？ま、何かの特効薬のようにその効果がはためでわかるわけではないか。もし本当に過去に戻れるんだとしたら、そういうことになるよね。そっか。うん、そうだよな。うん、分かった。ありがとう。それじゃあ。